我々男たちの夢がついに現実になろうとしています。今回は VR 内の物体の感触を再現できるデバイス、イマージホームという新製品をご紹介します。これを聞いただけでも大体の人はあれを想像したのではないでしょうか。自分もその一人です。今回は最新の VR で触る技術というものを確認しながら、このイマージホームがどれだけ可能性があるのか、果たして想像していることが可能なのか、そのあたりを探っていきたいと思います。ちなみに公式リリースの動画にこんなシーンがありました。ご覧ください。 Around the same footprint as a 13 inch laptop, it emits sculpted ultrasonic waves that helps you physically feel what you see in the virtual world。 はい、この曲線の膨らみってもうあれですよね、公式が完全に想像させに来ています。盛大な伏線かもしれませんね。ちょっとこれはいよいよ真剣に考察する必要がありそうです。早速行ってみましょう。実はこれまでも触覚が再現できる VR 周辺機器はありました。ただそのほとんどが手にグローブを着用しなければいけませんでした。しかしこのイマージホームは超音波で手に直接感覚を与えるので、素手で触った感じや触られた感じを得られます。例えば想像してみてください。爽やかなそよ風の感覚をグローブをつけて感じるか、肌に直接感じるか、これってかなり大きな違いだと思いませんか。となるとかなりいろいろな応用や男の妄想が広がります。あの感覚を再現できるのか真剣に気になってきますよね。このイマージホームの良さをより理解するために、これまで触覚フィードバックシステムでどんなものがあるのか、いくつか見てみましょう。まずハプツ X 社の触覚データグローブ、ハプツ X グローブ DK2 です。このグローブはこのように手に装着して使うようなんですが、グローブの部分がかなり大きくてメカ感がとてもあります。さらにグローブ内のマイクロ流体アクチュエーターを制御するために8キロものエアコントローラーを背負って、さらにエアコンプレッサーも背負う必要があります。かなり本格的でリアルなフィードバックが得られそうなんですが、完全に産業用途ですね。家庭で毎晩使用するには明らかに向いてませんね。次にセンスグローブ社のセンスグローブノバです。こちらは先ほどのような箱型のエアコンなしで使用できます。過去の動画でもちらっと紹介したことがあります。クエスト2で使うためにはこのようにコントローラーを手の甲の部分に取り付ける必要があるので、機動性があまり良くなさそうです。価格も57万円と普通に買えるレベルではないですね。またクエスト2の通常のゲームやアプリには連動しておらず、デモ用のアプリなど限られた使い方でしかできないようです。こちらも軍のトレーニングや産業用途などまだまだ一般仕様には厳しい仕様になっています。続いて B ハプティクスです。こちらはこれまでのものと比べるとかなりシンプルで、本当にただのグローブという感じです。価格も299ドルと比較的お手軽で、これこそ我々でも楽しめる一般普及型のグローブとしてリリースされた感じがします。クエスト2やホロレンズ2などにも対応しており、ヘッドセットのハンドトラッキングと組み合わせて使用することでゲームのコントローラーとして使用できます。素手で感覚を得ることにこだわらずにグローブをつけることを前提とすれば、こちらの製品が最も一般向けのグローブかと思います。 FPS 系の銃を使うゲームであれば、銃を撃った反動を自分の手に感じることができますし、ビートセーバーなど剣を振って物を切った感覚をリアルに感じることができます。その他腕にはめて使うものや腕時計型のものがあります。こちらはグローブやコントローラーを接続する煩わしさもありますし、そもそもグローブの生地やセンサーが肌に触れてますから、厳密には触れるという感覚を再現できないのではないかと思います。ではグローブなしで手に直接感じられるイマージホームの詳細を見ていきましょう。必要な構成としては、イマージウェーブ1という本体のデバイスとクエスト専用アプリとスマホ専用アプリのこの3つだけです。冒頭でもお見せしたこのようなパッド型の機器が本体となるイマージウェーブ1のデバイスですね。このパッドから超音波が出て直接肌に刺激を与えます。パッドのサイズは約25センチの正方形で、高さが約5センチです。重さは 2.6 キロです。机の上に置くだけで使えるのでお手軽ですね。現状対応しているヘッドセットは
クエスト2のみのようです。 Imagine Wave 1とクエスト2をアプリ経由で接続するだけで使えるようです。 Wi-Fi と Bluetooth で接続すると記述がありました。今後他の VR ヘッドセットへの対応も予定しているようです。イマージホームでどの VR アプリが遊べるかですが、具体的なアプリは分かりませんでした。お気に入りの VR ゲームをプレイしたいと思いますが、それはまだ不可能ですと記載があったので、イマージホームの独自のアプリでのみ使えるのかもしれません。手からビームが出て豚を捕獲するようなゲームなどの映像がありました。またイマージホームを使っている人同士がアバターを使ってコミュニケーションをとっている映像もありました。 VR の目の前にいる感覚を得ながら触覚まで伝えることができるとは、これは夢がありますよね。いろんな店が実現できそうです。気になる価格ですが、現在のキックスターターでは450ドルからリターンの対象となっています。先ほどのグローブ型が何十万もしたことを考えたら、かなりお手軽な設定ですよね。支援期間は4月9日までとなっていて、今のところ日本への発送はできないようです。欲しい方は輸入代行などをする必要がありそうです。では実際のところ、 VR に触覚が加わると体験にどのような違いが起こりそうでしょうか。例えば VR の中で目の前のキャラが握手をしてきたとしましょう。コントローラーを使って握手を返すという動きの情報を送ることで、自分の動きが情報として VR の世界に伝わって、直接キャラクターと接しているような心理的な感覚を得ていました。しかしこのイマージホームはVR の世界と情報だけでなく触覚でつなげることによって物理的につながることができるというわけなんですね。先ほどの握手の例で言えば、以前は相手の握手はVR の中に視覚情報として見えていただけでした。イマージホームではそれに加えて実際に自分の手に得られる感覚もあるということですね。これは大きな違いだと思います。ちなみに超音波への反応をコントローラー代わりにバーチャル空間内へ操作を還元できるとあったので、 VR 世界の触覚を感じるだけではなくて、こちらの動きをこのパッドが感知して VR の世界に伝えるということもできそうです。ここで疑問なのが、この板状の端末からの超音波だけで本当にリアルな触覚が再現できるのかということです。こちらはまだ実機がないので、現状リリースされている情報から探ってみました。まず公式の PV では、植物に触れるシーン、人の手に触れるシーン、水しぶきに触れる、宇宙空間で飛んでくる隕石に触れるなどがありました。イマージホームは音響放射圧という物体に超音波を当てると、物体は一定の圧力を受けるという特性を生かして圧力ポイントを作っています。それを動画のフレームのように早く動かします。これを VR の物体や環境、アバターと組み合わせると触覚体験ができるとのことです。このことからイマージホームを通して得られるのは圧力のみということになります。現状は物体の表面の質感や硬さの再現はできないようです。つまり柔らかい丸みを帯びたものを触っている感触や肌の質感までは感じることができないということなんですね。ここは非常に残念です。逆にじっくりと何かに触ってその形を感じるということにはかなり向いていると思いました。また超音波の範囲は高さ9センチ、120度までとなっているので、その範囲でしか楽しむことができません。目の前にある物体を手を伸ばして触れるということだけに制約されてしまいます。ただパッドを縦に立てかけて下の方で使うみたいな使い方だと、何かこう新感覚の体験ができそうな気がします。おっとちょっとここは見せられませんね。そういった形でもっとこのデバイスが発展すれば、相手の感覚を体全体で感じながら触れ合って、それに相手が反応して あんなことやこんなことになるというふうにリアル以上の体験ができるようになりそうです。まあ、下半身に使うとなると、自分の息子たちへの影響なども懸念されるとは思いますけど、このように超音波を活用したフィードバックシステムはかなりの可能性と夢があるのではないかと思っています。
イマージホームは公式動画にもあったように相手の手や動くボールを掴んだり流れる水に触れたりすることができます。質感などの再現はできなくても形が分かるとなればそれなりにアダルトな使い方でもリアルさを体験できそうな気がします。イマージホームアプリがエロに対応してくれるのかというのが課題ですね。冒頭でも紹介したこの公式の映像を見るとこれはもう期待しかないというか想像を膨らましてくれてついでに舌も膨らんでしまいそうな映像ですよね。むしろこんな映像があって開発者がこれを想定していないわけがありません。いつの時代もエロが技術を革新させてきました。ちなみに超音波で触覚を再現することについて研究を行っている東京大学教授のインタビュー記事がありました。ざっくり言うと触覚は脳の中の感情を司る部分に刺激を与えてストレスを緩和させたり気持ちを落ち着かせたりするそうです。これムラムラして胸が触りたくなったら超音波で触って気持ちを落ち着かせましょうみたいな自分はそう聞こえてしまいました。 VR で胸を見るということだけでも 3D で立体的に見えてめちゃくちゃリアルなのにそこに触覚が加わったらもはや現実ですよね。イマージホーム夢が広がりますね。 VR を使って自宅で胸が触れる時代が来ますね。今後もこのような VR のアダルト活用できるものももちろん VR の情報もアップ頑張っていきますのでぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いします。 Twitter でも随時情報を発信しているので概要欄からフォローの方をお願いします。それでは以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。またね。